早速ですが、今回、艦海軍隊低級フリゲート艦、チョナンが浸水したのをキャッチしました。詳しく見ていきますね。2010年に沈没した、チョナンから命名されています。やっと、普通のソナーを装備できるようになったみたいです。2021年11月9日、ウルサンにある現代重工業の造船所で、韓国海軍の、デック級フリゲート艦の7番艦が浸水し、チョナンと命名された。デック級フリゲートは、基準排水量2800トン、全長 122M、最大幅 14M、全高 35M で、主砲に、5インチ単装砲1門、20mm 近接防御火器システム、シウス、1機、艦から打艦ミサイル、海星の4連装発射塔2機、カス6追戦ミサイル、SUM、本山親艦対空ミサイル、単 SAM、海弓、艦対地ミサイル、SSM、海流などを、発射可能な KVLS、艦上垂直発射装置、16セルと、3連装単魚雷、K745 青ザメ発射艦2機を搭載するほか、イギリス製のアグスタ・ウェストランド AW159 哨戒ヘリコプター1機を搭載している。今回浸水したチョナンは、今後、兵装の偽装都市運転などが実施され、2023年に収益予定で、第2艦隊の主力艦艇として、現用の1500トン級護衛艦や1000トン級哨戒艦に代わって、北方限界線 NLL の監視警戒任務に投入される予定である。ところで、先代のチョナン BCC772 は、ポハンコルベットの14番艦として、1989年11月に就役、基準排水量950トン、全長 88.3M、最大幅 10M で、76mm 単装砲2機に、40mm 連装機関砲2機、ハープーン SSM 連装発射塔2機に、連装単魚雷発射艦2機、爆雷投下機上2機、爆雷12発を搭載して、今回浸水した、チョナンと、同じく、北朝鮮との境界付近の北方限界線、NLL の警戒任務についていたが、2010年3月26日に発生した、チョナン沈没事件によって、沈没、乗組員104名のうち46名が死亡した。この先代、チョナンが、朝鮮半島西方の九美町にある北方限界線、NLL 付近で沈没した、チョナン沈没事件。日本では、外務省が、韓国哨戒艦沈没事件と呼称は、2010年3月26日午後9時45分頃に、蒸気海域を航行中の、チョナンの船体後方が爆発して、船体が2つに切断されて沈没した事件で、韓国政府は、この報告を受けて、緊急安全保障関係閣僚会議を招集して、原因究明と対応に当たった。当時、この海域においては、韓国海軍と北朝鮮海軍との間で、小競り合いが多発していたため、北朝鮮による攻撃をする見方が多い中で、韓国政府は、あらゆる可能性を考えて調査中であるとして慎重であった。4月15日には切断され沈没した船体の後半部分が引き上げられ、行方不明者46名のうち36名の遺体が発見され収容され、船体の切断部に、外部からの爆発による衝撃が加えられた痕跡が残っており、魚雷攻撃あるいは機雷との接触による、沈没との見方が強まった。この時点においても、韓国政府は、慎重な姿勢を示していて、韓国外からの専門家を招聘して、本格的調査を開始した。4月24日になって、船体の前半部分が引き上げられたが、韓国軍と招聘した合同調査団は、やはり内部爆発などではなく、
船体の外側の水中爆発によって、艦体が切断され沈没した可能性が高いとの見解を発表した。5月20日に合同調査団は、チョナンは北朝鮮による魚雷攻撃を受けて沈没したと断定する調査結果を発表し、沈没前後に付近の海域で北朝鮮の潜水艇と潜水母艦が活動していたことが確認されたとして、与野型潜水艇による攻撃の可能性が高いとしたが、これに対して北朝鮮の祖国平和統一委員会は関与を否定し、韓国による謀略であるとして韓国政府を非難する声明を出した。当時のイ・ミョンバク韓国大統領は、大韓民国を攻撃した北朝鮮の軍事挑発と断定した上で、北朝鮮の責任追及のために南北間の交易を中止する措置を取るとして、国連安保理への提起と韓国軍の強化とアメリカとの防衛体制の強化を行うとした。ところが、2012年になって、この沈没について、韓国地震研究所が、事件当時の地震波、空中、水中音波などを解析した結果、爆発は、魚雷によるものではなく、韓国軍が、1970年代に、黄海に配置したまま放置されていた、陸上操縦型の機雷による、爆発であると指摘して、再調査が必要であると主張したが、国防省は、合同調査団の検証を尊重するとして、それを否定した。2017年5月に、北朝鮮難民から、左派野党の共に民主党の代表を務めていた文在寅が、大統領となり、北朝鮮との融和政策を打ち出すと、沈没事件が北朝鮮の魚雷攻撃によるものではなく、韓国軍が放置した機雷によるとする説が真実とする声が高まり、さらに2018年に韓国で開催される平良明冬季オリンピック閉会式に北朝鮮のキム・ウェイ・アキラ朝鮮労働党副委員長を招待する動きに対して、チョナン事件の遺族会が反発した。アヤザイ・トラ大統領は、就任以来、追悼行事への出席を控えていることなどから、明らかに、北朝鮮寄りであるとして、遺族会は、反発を強めている中、2021年3月には、韓国政府が、チョナン沈没事件の再調査を行うとするとの報道が伝わり、遺族会などでは、北朝鮮の関与はなかったと発表するのではないか、として、さらに、警戒と反発を強めているという。ここで、話を先日浸水した、テグ級フリゲートの、チョナンに戻すが、この浸水式には、先代、チョナン艦長以下の生存将兵が招待されていたが、彼らは、式典への出席を拒否したというのである。その理由は、10月28日、放送通信審議委員会が、チョナンの沈没原因として、チョナンは座礁した後に潜水艦に衝突したという説を挙げたコンテンツに対して寄せられた抗議に対して、問題なしとして、国防部からのコンテンツ削除などの要請を拒否したことにある。このように、未だに根深い問題として存在している、チョナンという艦名を、韓国海軍が、なぜ今更持ち出したのかについては定かではないが、一説には、文大統領の在任中に、北朝鮮との融和政策を進めておきたい文政権が、チョナンが、北朝鮮の攻撃による、沈没ではないと、表明するためではないかとする見方がある。なお、この、テグ級フリゲートは、そのネームシップである、第9が、2019年4月時点で、推進機故障によって、ドックに係留中とされていて、現在運用されているか不明であるほか、2021年9月には、同級の複数艦で、
推進軸とベアリングの不良からオイル漏れなどが発生する欠陥が公表され、部品を交換しても最大速度を出すことができないなどの問題が発生していて、設計上の問題であるとする指摘がある。さらに、搭載を予定されている兵装のうち、長距離対潜水魚雷、本山を、ベニサメは、2012年7月の戦力加護の試験において、発射に失敗したほか、2013年までの試験発射において、12発中8発しか命中しないなどの欠陥が報告されているが、それらの改良が済んだとの報告はない。このように、韓国の国産兵器については、どれも、何らかの欠陥が存在しており、チョナンに搭載される兵装の信頼性は、かなり低いとされている。また、2800トン足らずのフリゲートにしては搭載する兵装が、かなり盛りだくさんであることから、トップヘビーとなり、重心が相当高くなっていることが指摘されており、その復元性を懸念する声が上がっている。